よう。よう。ほら、土産。どこで買ってきたのよ、これ。好きだったろ、冷凍みかん。ちょっと何これ、凍らせすぎ。こんなんじゃ皮がむけないわよ。じゃあ私がやってやるよ。バカ言いなさい。ピアニストが指を黄色くしてどうするのよ。いや、別にいいんじゃないのか、それは。何？人の顔ジロジロ見て。いいよ、別に。それで調子はどう？それは見舞い客の方のセリフなんだけどな。病人の容態気にして何が面白いのよ。それよりあんたのピアノよ。まあぼちぼちかな。日本公演で大成功を収めた今が売り時だってのに、いまいち煮え切らないわね。初回公演は大失敗だったろ。追加公演でなんとか持ち直しただけで。終わりよければ全てよし。っていうか、最初の失敗があったからこそ、追加公演の爆上げで興行的には大成功だったわね。一ピアニストとしてはその評価はあまり嬉しくないな。弾いてみなきゃわからないって言われてるみたいで。実際弾いてみなきゃわからないんだからしょうがないでしょ。悔しかったらもっと安定しなさい。1日50時間でも100時間でも弾いて。そんな練習環境を用意できるならぜひとも頼むよ社長。精神と時の部屋って知ってる？とりあえず理論だけは完成させたから、あとは実験ね。ごめんな。そうね、冷凍みかんってのは表面に薄い氷の膜が張り付く程度で、皮も中身も微妙な柔らかさが。私のわがままでウィーンに戻らせてしまってごめんな。ちゃんとボケに乗ってくれないと困るのよね。私何でもする。好き嫌いしないし、毎日見舞いに来るし、言いつけだって守る。だからさ。何度言わせれば気が済むの？ならピアノを弾きなさい。ぼちぼちとか言ってる暇ないわよ母さん。それに戻ってきたこと後悔してない。愛する娘のいる場所が私のふるさと。今ならそう思えるから。
そうだ、私さっき検査受けてきたんだよ、この病院で。で、ちゃんとできてた？私の初孫。ついさっき泣かせるようなこと言っといて、どうしてシリアスが続かないんだよ、あんたは。あなたにとっては人生を左右するほどのことじゃなかったっけ？少なくとも今はそんな話じゃない。真面目に聞いてくれ。適合検査だよ、骨髄移植の。結果が出るのはもう少し先なんだって。それまで待っててほしいんだ。もし適合したら、いや、きっと大丈夫だよ。そしたら母さんのことを私が許さないわよ。この間から私の病気についていろいろ調べてるみたいだったけど、そんな馬鹿げたこと考えてたのね。馬鹿げたってなんだよ。言葉通りの意味よ。馬鹿なことしてんじゃないわよ、馬鹿のくせに。馬鹿なのはそっちだろ。骨髄移植したらかなりの確率で治るんだろ。それに親族の方が適合する確率高いんだろ。だからなんだって言うのよ。だったら検査しない方がおかしいだろ。私が適合したら母さんは。もし適合しても私が絶対に認めない。なんで？どうしても。そんなの理由にならないだろ。病室で騒ぐのはやめなさい。追い出されるわよ。騒ぐに決まってるだろ。目の前に可能性があるってのに、どうしてそんな。あなたに傷をつけさせたりなんかしない。ピアニスト東間和沙の体に、才能に、神経に傷を残すような選択はこの私が絶対に許さない。何言ってるんだよ。そんなの大丈夫に決まって。ほんの少しのリスクも許さない。絶対にあってはならない。母さん、私のたった一つの希望を奪う権利なんて誰にもない。けど私は。それがたとえあなたが望んだことだとしても絶対に許さない。許さないわよ、あずさ。ちょっとね、想像してたのとなんかギャップがね。お、何？あんたともあろうものが五月病？会社で何かあった？なんていうかさ、軽く見られてるっていうか、本当に私必要とされてるのかなって。うわ、すっごいあるある。1年前の私見てるみたい。まあ最初のうちはいろいろとギャップ感じるよね。けど入って一月なんてまだ見習いもいいところじゃない。それはまあね、
会社の規模が大きいほど研修期間長いし、友のところなんか1年くらいそんな感じじゃない？今は勉強の時期だもんね。必死でやってればいろいろ見えてくると思うよ。なんて2年目の私たちが言っても説得力ないか。そんな抽象的な感覚論じゃなくて、もっと具体的な不満が目の前にあるのよ。それって例えば？例えばこないだの合コンよ。どんな人脈作れるのかって期待していったらさ、 AD クラスしかいなくってさ。は？おい、もうがっかりもいいとこ。しかもそんな価値もない飲みで割り勘とか終わってる。そんなんで二次会行ったって誰が行くかってのよ。ねえ。ねえと言われても。くだらない。くだらないとは何よ。この業界で生きていく以上、人脈は命でしょ。本当に私たちのこと戦力として見てるのかな。前向きなのは認めるけど、あまりにも低俗すぎて返す言葉もないわ。ちょっと何よその言い草。だいたい今日って私を励ます会じゃなかったの？もちろん二人のおごりでさ。何言ってんの。この中で一番の高給取りの癖して、今日はあんたの初任給を当てにしてきたに決まってるでしょ。初任給なんて全然大したことなかったよ。大丈夫、これからだよ。トモはだよね。1年であっさり追い抜かれそう。そのうちフリーになって億稼いだりしてね。まあそれは規定路線だけど、でも厳しい道よ。二人ともさ、私が先輩キャスターに嫉妬のあまりいじめられた時はちゃんと慰めてよ。うん、その傲慢さがある限りあんたは大丈夫。それじゃ柳原智さんのこれからのますますの肉食っぷりを祈って。乾杯。乾杯。けど今はまだ貧乏人なんだから、今日のところはおごってよね。釣られなかったか。わかってるって。今日は任せて。その代わり初任給でちゃんとご両親にプレゼント買うんだよ。そんなことするわけないじゃん。おぎそけじゃあるまいし。何その態度。トモ、あなたちょっとそこに座りなさい。さっきから座ってんじゃん。正座よ正座。だいたいあなたね、誰のおかげで何の不自由もなく今まで生きてこれたのか分かってるの？うわ、助けて水沢さん。すいません、芋焼酎ロックで。これで19連敗かよ。てかハルキ、お前容赦なさすぎ。タケヤに格ゲーは向いてないんだよ。ていうか今までやったことあるのか。お前が上手すぎんだよ。せっかく手加減してやろうとした俺の行為を踏みにじりやがって。だから無理に俺に付き合おうとしなくても。とりあえずお前キャラ変えろ。今度は俺が千鶴さん使う。タケヤ頼むよハルキ、それくらいのハンデつけてもらってもいいだろう。なの？と、あ、こら、やべ。やっぱゲーム中に声出すやつって素人っぽいね。仕方ないだろ。
本当に素人なんだし。お前だってさっきまで素人だっただろ。なんでそんな難しいコンボマスターしてんだよ。なんでだろうな。今までできてたことは全然できなくなってるのに。そういや、今頃女子会の方は盛り上がってるかね。さあな。ま、男子会の方も負けずに盛り上げていこうぜ。えなわけで、21回戦スタート。お前、本当に懲りないやつだな。それに加えて超絶イケメンだからな。天は二物を与えずってのは迷信だな、ありゃ。ねえねえ、じゃあここなんかどう？あたら温泉、飯塚。うん、いいんじゃないかな。伊豆なら移動時間も少ないし。まあ、刹那が反応したのは伊豆の方じゃなくて温泉の方だろうけどね。それの何が悪いのかな。悪くない悪くない、温泉いいよね。気持ちよくてのんびりできて、年寄り臭くて最高。そういや、このメンツで旅行なんて大学の時以来だよね。まあ、あの時と比べると余計なのが混ざってるけど。ほんと楽しみだな。歴代ミス北条大夫の同窓会、なんかノミネートもされてない人が混ざってるけど。私はそんなもん全然興味なかったの。刹那だって興味なかったよね。なのになんで3年連続で選ばれたんだろうね。こーら、2人ともじゃれついてないの。それじゃあ、あたら温泉で決定。なお、完全男子禁制で。 PC も携帯も持ち込み不可。世俗から逃げ出してひたすら酒飲んで寝る。目の前にビーチがあっても泳ぐのは温泉。いや、ない、それはない。さすがにお風呂で泳いじゃまずいでしょ。ああ、でも刹那、大丈夫なの？その一泊くらいなら大丈夫。時間作るよ。いざとなったら今日みたいに竹谷くんに頼むし。ごめんね、イオ。いや、そこで私が出てくる意味わかんないし。何よその言い方。そんなことだから、いつまでたってもあなたたち。刹那さ、春樹のこと全部許すのも受け入れるのもいいけど、あいつの説教癖まで抱え込まなくていいから。何よそれ。でも本当にいいんだね。やっぱり気になって途中で帰るって言われても困るよ。うん、ちゃんと切り替える。私ね、最近気づいたんだ。何を？自分が心の底から人生を楽しまなくちゃ、彼を笑わせることもできないんだってね。刹那。それに私が遊ばないとかえって気を使っちゃうしね、春樹くん。たく、そういう難儀なところだけまるっきり以前のまんまなんだもんな。だから二人もそんなに気を使わないで、これからも遠慮なく誘って。いいの？うん、彼のためだけじゃない、私のためでも誰のためでもあると思うんだ。まあ確かに、どこかに遊びを作らないとやってられないかもね。ずっと一緒でもお互いしんどいし。そうだね。私はね、何も犠牲にしたりしないよ。だってみんなで幸せになりたいから。だから仕事も一生懸命やる、遊びだって手を抜かない。昔は全然遊んでくれなかったけどね。今だって超インド派なのは間違いないけどね。
温泉か北原さんがついてないと絶対外出しないし。ちょっと茶化さないでよ。今は真面目に話してるんだよ。悪かった悪かった。うん、それで？それでね、もちろん春樹くんを愛することもやめない。それがこれからも彼と歩んでいくために私がすべきことだと思ってる。真面目にのろけられてもこっちが反応に困るんですけど。ごめんね。でも少しは色っぽい話もさせてよ。じゃあさ、せつな、そのもし誘いがあったらさ、ライブも続ける？うん、そうだね。機会があればまたやりたいな。本当に？歌やめないんだね。うん、絶対にやめない。だって大好きだもん。せつな。そんなわけだからさ、そろそろここは閉めて二次会カラオケ行こうよね。うん、私たちは遠慮しとくわ。よし、今度こそ。よっしゃー、やっと繋がった。なあ、竹谷。なんだよ、俺の方が勝ってる時に話しかけんなよ。そうやってこっちのミスを誘う作戦だな。俺はどうすればいい？これからの人生のこと、仕事のこと、刹那のこと、俺はどうしたらいいんだろう。まさかお前が俺に教えを請う日が来るなんてな。今の言葉、7年前の俺たちに聞かせてやりたいぜ。竹谷、知り合った時からずっとお前はいつも俺に指図した。何時間も何日も俺が納得するまでずっと説教してた。バカだよな、俺。自分がこんなに愚かだったなんて知らなかった。人にはすぐに結果を求めるくせに、結局、自分では何一つ決められずに流されてばっかで。その結果、刹那を。カズさ、みんなを傷つけてさ。それでもお前は決断したよ。自分じゃ流されただけって思っていたとしてもな。タケヤ、だからお前はここにいる。他にも道はあったのに、今まで通りの場所にいるんだ。それでもその選択が間違ってたら意味ないだろう。刹那を裏切ってしまったら、カズサを見捨ててしまったら価値がないだろう。なのに俺は未だに刹那から離れられない。ずっと罪を重ね続けてる。こんなの許されないだろう。一度でも間違った選択をしたらもう二度と許されないっていうのか？そんなの違うだろう。一度じゃない、何度も何度も。いつだって俺は。大体人間、自分のことが一番見えてないもんだ。だから間違った選択をするし、けれど人の間違いはよく見える。そんなわけで今までお前が俺に言ってくれたことはいつも正しかった。少なくとも俺の判断よりはな。だからこそ今度はお前が教えてくれよ。俺はどうすればいいんだよ。
それでも自分で決めろ。俺に聞くな。念のため言っとくけど、今じゃないぞ。決めるのはもう少し先のことだ。先っていつだよ。いつなんだよ。そうだな、自分がこうするって決めたことが迷った末、悩んだ末の結果だと信じられる時かな。迷ったって信じられるってなんか変だな。ああ、変だな。なあ、ハルキ、もしその時が来たらさ、迷えるようになって、悩めるようになって、何かを決断する時が来たらさ、最初に俺に話せ。タケヤ、お前が決めたことなら俺は文句は言わない。なんてこと言うわけないからな。昔のお前みたいに指図しまくってやる。頼む。ああ、任せろ。ごめんな、タケヤ。本当にごめん。そのセリフはお前が元通りになった時、本当に言うべき相手に言ってやれ。で、そっちの禊が終わったら次に俺な。安心しろ、一生返せないくらいの恩返しをしてもらうさ。よかった、なんとか終電間に合ったね。ああ、もう喉ガラガラ。月曜までにちゃんと元に戻ってるかな。わざわざ刹那に張り合うからだ。一人で歌わせておけば2時間で済んだもの。そんなんつまんないじゃん。私だってボイタルの成果見せないと。お前、今日の集まりの趣旨を忘れてないか。私の社会人出発記念でしょ。いいじゃん別に。みんなで楽しんだ方が、刹那だってストレス発散になるって。まあ、そうなってることを祈るか。そこそこ楽しそうだったしな、刹那も。水沢さんは逆に気を使いすぎだよ。その心配りをもうちょっと飯塚さんにも回してあげればいいのに。わけわかんない方向に話持っていかないの。どうせ私は食いつきゃしないんだから諦めなさい。ちゃん。ねえ、ん？あんたはまだ反対派？当たり前じゃん。そんなに嫌いになった？ハルキのこと。嫌ってなんかいない。ただ許せないだけ。勝手に心変わりして、勝手に悩んで、勝手に壊れて、どうやって許せばいいのか全然イメージ湧かないよ。あれはもしかしたら心変わりってわけじゃ。そんな個人的感情を抜きにしても、今の北原さんは刹那の足を引っ張るだけの存在だと思う。まあ、そんなこと言っちゃうとまた刹那が切れるから、水沢さんにしか愚痴らないけどさ。少しは私のメンタルにも配慮してよ。そういう水沢さんはどうなのよ。あんなことした北原さんをまだ許せるの？許せないけど、友達も辞めたくない。刹那より古い友達なんだよ。いつも正直に本気で生きてること知ってるんだよ。だからってさ。それに少しはトーマさんの気持ちだってわかる。まあ、あまりにも想像をかけ離れた強さだったけど。その思いの強さが大問題だったんじゃ。何より刹那が二人を罰することを望んでない。まあでも、あんたは今のままでいいよ。今のままずっと刹那だけの味方でいてやってよ。まあ、刹那には私がついてなくちゃダメだしね。きっとタケヤはずっと春樹の味方のままでいる。それでちょうどいいバランスだよ。水沢さんはまだ保留。優柔不断。
だって私にはまだわからないよ。刹那が本当は無理してるのか、それともしてないのか。そんなの無理してるに決まってんじゃん。かもしれないね。でもその無理が限界なのか余裕なのか。だからそんなの、限界だったとしてもまだ考えなくちゃならない。だったら無理やり別れさせるべきなのか、刹那の望み通りよりを戻させるべきなのか、私には分からない。自分の考えはあるけど、まだ自信が持てないんだ。ほんとあなたって男女のことになるとまるっきり決断力がなくなるよね。あんたに言われる筋合いは。とごめん。今こっちも終わった。そっか、じゃあ今日のところは問題ないね。お疲れ様。じゃあこれから?いいよ。じゃ、駅前で。悪い、用事ができたから戻る。デート?違うよ、ただ食事するだけ。さっきまで十分飲んで食べたのに。歌ったせいで小腹が空いてきたしね。終電逃すって分かってて。ちょっと時間潰せば始発が動き出すでしょ。そういうのをデートって言うんじゃないの。全然違う。じゃあね。あいつらもめんどくさ。Thank you.
週末か。続きまして週末のお天気です。明日の午後より西の方から湿った空気が入り込んできます。九州四国地方に引き続きこの週末、近畿から関東にかけて一気に梅雨入りが予想され、ただいま。はるきくん、来なくていいって言っただろう。面談は？行かなかった。そっか。雨がさ、ずっと止まなくてさ。うん、正解。出なくてよかったよ。ほら見て、私もびしょびしょで。くそ。なんで降るんだよ。こんな大事な日に限ってさ。天気は仕方ないよ。また今度日を改めてね。けど俺この前の面談も行かなかった。これで2ヶ月会社に顔出してない。だからそんなに急ぐ必要ないって。あんた、春樹くんは昔から慌て者だよね。このままじゃみんなに忘れられる。俺なんか最初からいなかったことになる。そんなわけないって。みんなちゃんと待っててくれるって。どうしてそんなことがわかるんだよ。刹那に俺の職場の何が。それはほら、私も似たような仕事してるし。刹那はいいよな、忙しそうでさ。ただ仕事が遅いだけだよ。相変わらず周囲に迷惑かけてばっかり。みんなに必要にされてていいよな。だから春樹くんだって必要とされてるよ。寄せ書きだってくれたじゃない、みんな。あれはみんなの2ヶ月も前の気持ちだよ。すぐ元気になるって信じてくれてた頃の気持ちだよ。すぐだなんて思ってないよ。いつか元気になればいいってそう思ってくれてるよ。今はどう思ってるかわからないよ。いや、もう何の感情も持ってないかもしれない。待っててくれるよ。それほどまでにあなたは今まで結果を出してきた。絶対待っててくれるから。わかるもんか。人の気持ちなんて変わるものだろう。
うんうん、変わらないって。いや変わる。だって俺は2年も一緒だった君を。ずっと愛していたはずの刹那を裏切った。やっぱりおかしいよ。どうして刹那は俺のそばに居続けられるんだよ。だからそれは私のわがままで。確かに俺は言ったよ、刹那がいないと生きていけないって。そうだったかな。けれどだからってこんな俺なんかのそばにいちゃダメだろう。生きていけないなら死ぬべきだろう俺。ハルキ君、ダメだよ。そんなこと冗談でも思っちゃいけないんだってば。信じまへん俺。刹那を自由にしてやれよ。ごめん、ごめんね。あなたを苦しめてしまってごめんなさい。謝るなよ。ますます俺が惨めになるじゃないか。ハルキ君、きなくちゃん。行かなくちゃ。じゃあ出かけてくるね。刹那、今日はお夕飯は？いらない、向こうで食べてくるから。今日は帰ってくる？わかんない。どっちにしても一度電話するから。雨降ってるから滑らないように気をつけなさい。うん、わ
かってる。それじゃあ行ってきます。待ちなさい、刹那。お父さん、ちょっと話があるんだ。母さんも一緒に。ごめん、今は急ぐから。今夜か、できれば明日の夜になんないかな。いや、今でなければダメだ。ちゃんと話してからでないと外出は認めないぞ。あなた、それって。それってもう行くなってこと？彼のこと見捨てろってこと？そんなことは言っていないだろう。わざと話を極端に持っていくのはやめなさい。極端なこと言ってるのはお父さんの方だよ。ハルキ君はもう家族なんだよ。それなのにちょっと病気になったくらいでそんな薄情なこと言い出すなんてひどいよ。彼には本当の家族がいる。まずはそちらにお願いするというのは筋じゃないか。逆に彼の家族の意見を聞かないことの方が薄情だとも言えるんじゃないのか。何度も説明したじゃない。ハルキ君はお母さんとうまくいってないんだよ。確かにその話は何度も刹那から聞いたが、北原君本人から詳しく聞いたことはない。話すことだって辛いんだよ。今の状態のハルキ君にそんな精神的負担はかけられないよ。北原さんの症状はもしかしたら家族関係にも原因があるのかもしれないわね。だったらなおさら原因を取り除く努力をするべきだろう。家族との対話がいいきっかけになるかもしれない。悪い方のきっかけになる可能性だってあるよね。お父さんの言うこと確かに正しいのかもしれないけど、口だけで温かみがなさすぎるよ。口だけのつもりはない。私だって北原君のことは心配している。だったら。だからできるだけのことはするつもりだ。彼の家族と会って話をしてもいい？え、あなたそれは。単に子供の頃の行き違いが元でねじれてしまっているだけかもしれない。一度母親の真意を確かめる必要があるんじゃないか。お父さん、単なる誤解だったら解けばいい。けれどもし彼の言う通り根が深いのであれば、もっといろいろ考えていかなければならない。いろいろって何？いろいろはいろいろだ。刹那任せにするのではなく、家族で支えるという考え方もある。他には？それは先方ときちんと話をしてからだ。どうすればいいのか、もっと真面目に考えるべきだろう。刹那、私たちも協力する。腰を据えてやっていこう。だから
あまり彼にのめり込むんじゃない。お前も会社勤めをしてまだ2年だ。今は自分のことだけでも精一杯だろう。話はそれだけかな。じゃあ私そろそろ出かけないと。刹那。お父さんの言ってることは正しいと思うけれど、正しいだけだよそんなの。そんな理屈通りで人の気持ちがどうにかなるのならさ、そもそもあんな病気なんてこの世に存在しないよ。だからって今のままでは何も進まないじゃないか。進むよ、治るよ。私が必ず春樹くんを元通りにしてみせるよ。お母さんは分かってくれるよね。ねえお母さん、もう少しだけ私を信じてよ。もう少し、もう少しだけなら刹那のやりたいようにやらせてあげてもいいかと思います。お母さん。母さん。先方の親御さんとの話にしても北原さんが望むかどうかは分かりませんし。今はまだ無理だよ。春樹くんには判断できないし、させたくない。だがいずれ親戚になるのなら、早かろうが遅かろうがこういうことははっきりさせておいた方が。私はそのちょっと今回の件についてはお父さんと少し違うんです。何が違うと言うんだ。母さんは刹那のことが心配じゃないのか。いえ、私も刹那のことを一番に考えています。だから私は平気だよ。お父さんは心配性すぎるんだよ。だけど私の言いたいことは違うんです。こういうことは本当は言いたくないのですけれど、二人の間に何か問題が起こってそのダメになってしまったら。お母さん。そういう場合は家族同士が知り合いでない方が後々いいんじゃないかと。母さん。何言ってるの、お母さん。刹那聞いて、これは北原さんの病気のことを抜きにしても考えておかなくちゃならないことだと思うの。ちょっと待って。あなたもまだ24なんだし、一度くらい失敗しても十分にやり直しのきく。失敗なんかしない、やり直しなんかありえない。私は彼と幸せになるの。刹那。なんで、どうして今になってそんなこと言い出すの。
姉ちゃん待てよ。ほっといてよ。どうせお母さんに何か言われたんでしょ。この雨の中傘なしで出かける気かよ。ほら持ってけよ。母さんはさ、うすうす気づいてるんだよ。何に？姉ちゃんと北原さん、なんかトラブルがあったんじゃないかって。それも婚約とか言い出した頃からさ。北原さんがああなったのだって本当はそっちに原因があったんじゃないかって。ないよ、トラブルもないし、だから原因もない。本当に？本当に決まってる。ずっと愛し合ってるよ。今までも、今だって、これからも。だからって、弟にそういう直接的なこと言われても、いろいろモヤモヤするんだけど。余計なこと言い出す、高弘が悪いんじゃない。なあ姉ちゃん、本当に北原さんと結婚するつもりなのか。どうして今になってそういうこと言い出すのよ。お母さんも高弘も二人とも今まで彼のことずっと家族みたいにしてくれてたじゃない。今だって別に嫌ってなんかいないよ。けどこのままじゃ姉ちゃんが。私が何？大丈夫、春樹くんはすぐに良くなるよ。また全部元通りになるよ。春樹くんもうちも。もう4ヶ月も経つけど何も変わってないじゃん。時間かかるのよ、こういうのは。じゃあすぐに良くなるって嘘じゃん。どうしてそういう上げ足ばっかり取るのよ。いやごめん、ただ姉ちゃんが一方的に貧乏くじ引いてるみたいな今の状態に納得がいかないっていうか。そう思うなら何も言わずに支えてくれるのが本当の家族ってものじゃないの？それはそうかもしんないけどさ。今が大事な時期なんだよ。お父さんもお母さんもそのことが全然分かってないんだよ。今こそ慎重にゆっくり春樹くんを支えていかなくちゃならないんだよ。何よ、お姉ちゃんの言ったこと何か間違ってる？別にそうは思わないけどさ。けどいいのかよ姉ちゃん、その言い方で。言い方って何が？支えていかなくちゃならないってさ、なんか嫌々でやってるみたいじゃん。え？今までの姉ちゃんなら支えたいって言ってたと思うけどな。俺は部外者だからそそ偉そうなことは言えないけどさ。北原さんにのめり込むのはいつものことだけどさ、今度ばっかりは気をつけろよ。引きずり込まれないようにさ。そう思うならみんなももっと気を使ってよ。お父さんもお母さんも高弘も。ごめん。いや
俺も言い過ぎてるって分かってるから。出かけてくる。今日帰らないから。頑張れ私。